サントリー東京ニュース通信社富士急ハイランドとご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界の中山が4試合連続ハットトリックの超人的な記録に挑む J リーグ第9節、今シーズン J リーグに昇格した北の町札幌のコンサドーレを迎えるジュビロ磐田は、前節のアビスパ戦にも7対1と大勝して首位に躍り出ています。この試合の解説は元日本代表おなじみの桑原勝義さんです。よろしくお願いします。お願いします。桑原さん、去年は弟さんの桑原隆さんがジュビロを率いて初優勝しましたが、今年もジュビロ調子良くなってきましたね。そうですね、攻守とも噛み合ってますね。はい、はい、そしてピッチサイドコメンテーターはドーハの代表イレブンの一人吉田光則さん。両チームの情報は SBS の上田智子アナウンサー、実況は SBS の伊藤圭介で、北海道 HBC と静岡 SBS をご覧の皆様に実況生中継でお送りしてまいります。左にエンドを取りましたジュビロ、画面の下側、3試合連続ハットトリックの中山、キャプテンマークをつけています。3試合で13得点、コンサドーレのキックオフで前半が始まりました。マラドーナ、一旦戻す、ここに北和田がいますがちょっとトラップできませんでした。これが新人の北和田です。左のウィングバック、さあジュビロが早くも前線にボールを上げていきました。中山がヘディングでスッとこぼれたところ、奥は触れませんが藤田も取れません。さあバルですから吉原へ、吉原に対して田中誠は厳しくついています。これはファールになりました。それでは両チームのメンバーを紹介してまいりましょう。ジュビロ磐田、ゴールキーパーは大神、ディフェンダー右のサイドバックに古賀拓磨、センターバックが田中誠、アジューソン、左のサイドバックに服部俊博、ミッドフィルダーは藤田、ドゥンガ、鈴木、七海、今日は福西に代わって鈴木秀人がボランチに入りました。フォワード2トップは29番奥大輔と中山です。リザーブのメンバー尾崎、福西、工藤、アレサンドロ、高原です。コンサドーレ札幌はゴールキーパーディド、ディフェンダーペレイラ、木山、渡辺拓、ミッドフィルダーはこの地元静岡の袋井出身すぐり広政、そして古川、清少出身の後藤、木川田、マラドーナ、フォワードは2トップです。吉原とバルです。コンサドーレのリザーブです。ゴールキーパーの加藤、ディフェンダー梶野、ミッドフィルダー村田と鳥塚、フォワードは深川が入っています。ドゥンガから中山、サビになって藤田から上がってきたのは古賀ですが、さあ中央七海フリー、そしてドゥンガ、左から服部が上がっていく、その服部へボールが通るか、すぐにヘディング、あ、これは服部のファールを取られました。桑原さん、今のような、ね、大きいサイドを変えるボール、この辺りというのはやっぱり相手はなかなか守れないですよね。そうですよね、右サイドに寄せといて逆サイドというドゥンガからですけどね、危険は、これがジビロの一つの特徴ですね。立ち上がり2分が経過しました。アジューソンです。さて今日は素晴らしい天候になっています。風がちょっと強くて、このピッチ上は右から左に風が吹き抜けているんですが、グランドレベルではどうでしょう。ご覧のように鯉のぼりもコンサドーレの旗、 J リーグの旗、この左の方にチャンピオンフラッグもあるんですけども、もうちぎれそうな感じで風が吹いています。グランドレベルではどうでしょうか。上田智子アナウンサーに聞いてみましょう。上田さん、はい、風が強くてですね、西の風が8メートル9メートル、それから気温が 25.3 度で湿度が 64% なんですね。はい、ちょっと待ってください。ドゥンガのフリーキック見ましょう。さあこれは最初のチャンスです。リスタートもこのところね、岡村さんいいですよね。そうですよね、このこぼれ球なんかも中山狙ってるでしょうね。はい、さあゴール前、一旦はクリア、服部が追っています。さあ奥つながります。ちょっとヒールパス失敗、ファールになりました。さあ上田さんどうぞ。はい、ジュビロサポーターは今日はもちろん中山選手の4試合連続ハットトリックを見に来ていましたということなんですね。でコンサドーレのサポーターなんですが、あの赤いユニフォームを着ていらっしゃる方たち、関東から応援に来たということで、はい、北海道出身の方や、東芝時代から応援している方がいっぱいでした。で試合前の監督の指示なんです。
ですけれどもね、はい、まずジュビロのバウミール監督です。今日は中央のゾーンで激しいマーキングと守備のスピードが求められるので今日はヒデト選手を起用したということなんですね、うん、で、コンサドーレなんですが前節を見ても分かるように勝負を諦めないいいチームなので不注意のプレーをするとつけ込まれるので注意したいということでした。はい、まあ、桑原さんね、はい、バーミル監督が鈴木秀人をボランチに使ってきたということは、まあ、やはり鈴木のスピード、このあたりで厳しく守るということをやっぱり油断せずにチームとしてやっていこうと。そうですよね、うん、はい、バルデスとマラドーナを、まあ、見るということだと思いますけどね、はい、まあ、マラドーナが倒れました。まあ、かなりバウミル監督は慎重ですね。そうですね、うん、このマラドーナがいるということも一つね、はい、その鈴木起用の理由であるとは思いますけどね。そうですよね、うん、まあ、マラドーナのパス出すをカットすればね、はい、バルデスに渡りませんのでね、うん、そこを狙っての起用だと思いますけどね。桑原さんはPGM フューチャーズ時代にこのマラドーナの監督だったわけですよね。はい、うん、ですからまあよくご存知だと思いますけれども、はい、まあ来た時は随分若かったんですけれども。そうですよね、28になりましたね、うん、そうですね、ヘディングでクリアはアジューソン。ちょっとマラドーナはピッチの外に出ています。さっき会った時に見て非常にスリムになってるのびっくりしましたね。あ、もう少しやっぱり太ってましたね。お兄さんのディエゴ・マラドーナにも似てましたので、ね、体型は、あ、なるほどね、もっとずんぐりした感じでしたね。ちょっと痛そうです、ね、はい、左の足首ですかね、カナトのあたりでしょうか。ゲームの方は続いています。前半立ち上がりの5分を経過しています。今コンサドーレは10人で戦っていますがピンチ、ジュビロチャンス、ナナミシュート、クリアした。あ、今中山詰めてましたけれども最終的には渡辺拓がクリアしましたか、はい、リドも間一髪というぐらいの感じでしたね、今、はい、ナナミがこれ前節アビスパ戦でもこの距離のねシュートは決めてますけれどもね、今シーズン5得点。今年は中距離を打ってますのでね、はい、非常に積極的にそのゴールを狙ってますね、さあそのナナミがシュートを打って結局はコーナーキックを得ましてドゥンガン蹴った、うん、これはディドのキャッチ。どうもディドがこうやって映ると味方のような気がしてしまうんですけれどもジュビロが、まあ、オフト監督時代ね、このディドがゴールを守っていたわけですけれども、大神から服部。伊藤さん、はい、今マラドーナ選手入りました、うん、でコンサドーレのフェルナンデス監督なんですが、まあ、大変穏やかな表情で選手たちのウォーミングアップを見守っていました、はい、だいぶ調子がチーム時代上がってきているそうなんですね、うん、で吉原選手が非常に良くなってきている、それからフェレーラ選手が前節から復帰したんですが、まあ、彼はプロフェッショナルなので今日も期待しているというコメントでした、はい、まあ、そのペレーラについてはバーミール監督もそのペレーラは非常に経験があるんで、やっぱりペレーラの守備というのはやはりちょっと嫌だなというようなことはね、昨日言ってましたけども ね、 そうですね、ペレーラ入りますからね、はい、バックライン非常に締まりますよね、はい、さあコンサドーレがボールをつないでいます。ここまで2勝なんですけれども、コンサドーレもPK 負けが2つあったりね、延長 V ゴール負けがあったりと、はい、接戦はしてるんですよね。そうですよね、まあ、今日も今のところ、はい、引いて守ってということじゃありませんのでね。そうですね、積極的に来てますね、うん、このあたりも今古川14番が藤田に対していいプレスをかけました。ジュビロのボールになりました。ようやくジュビロがボールを取り返したという感じ。奥大輔ちょっと下がっていました。左の服部、服部もボランチの位置からこの左サイドバックにもう一度ここのところ定着してきましたんで、本来のポジションの勘が戻ってきたような、そうですよね、動きを見せてますね、はい、服部から中山、落としたボール服部が行きます。さらに拾って七海。さて今日のピッチサイド吉田光則さんですけれども、吉田さん、はい、これ立ち上がりご覧になってていかがですか。そうですね、ジュビロの方はですね、うん、ディフェンスラインボランチとですね、マラドーナにくっつけるかなと思ったんですけども、はい、高い位置に入った時だけ鈴木君が見て、うん、ある程度ジュンガは自由にプレーするようなスタイルを取ってますね、はい、あとそうですね、コンサドーレの方は本当に今プレッシャーかかってる状態なんで、ペレーラが本当にいいポジションを取ってね、うん、よくボールをカットしてるんですが、うん、今度引き出された時のカバーリングとかが逆にジュビロのチャンスになるかなとは思うんですが、はい、チャンスになった時、まあ、攻撃への切り替えといいますかね、はい、2列目あたりの
奥選手、まあ、藤田選手あたりが鍵になるんでしょうかね。そうですね、あとあの、うん、前半本当 0-0 でも、ね、いいと思うんですよね、はい、それぐらい選手落ち着いてやってくれれば、はい、あの後半にその疲れが出てくると思いますのでね、うん、はい、慌てずにあの今のリズムで戦えればいいと思います。はい、小型熊のドリブル攻撃参加にファールがありました。まあ、古賀選手もキャンプの時にはなかなか出番がなさそうな感じだったんですが、今木川田ですね、ファールしたのはね、映ってましたけども。さあドゥンガのフリーキックゴール前、これはコーナーキックです。まあ、右のサイドバックが古賀選手になってちょっと落ち着いたかなという感じが しますよ ね、 そうですね、あのジュビロはね、はい、うん、やはりあのサイドバックですから、はい、レースの方もね、1対1ってやはりこう、うん、強くないと止まりませんのでね、はい、まあ、最初は攻撃面を考えてその今度を使っていたんですけれども、はい、やっぱり守備面でちょっと不安があるということで古賀に変えてきました。そうですね、さあニアです、こぼれたボール、シュート、田中、もう一度中山か、うん、こぼれた、奥も行ったんですが、うん、吉原に対して古賀のファール。吉原浩太、初芝橋本高校出身、こちらがファールをした古賀拓磨。今の場面ご覧いただきましょう、ニアでした、クリアがちょっと足元に落ちてしまって田中がワンタッチでシュート、うん、あ、またファールがありました、うん、まあ、鈴木秀人ですね。そうですね、はい、ですからバルデスが下がって中盤にいれば、はい、あの鈴木がマークつきますね、はい、試合前はマラドーナにマンマークに近い形でね、はい、鈴木がつくと思いましたけどね、うん、今田中が吉原についていました。ボールは奪った古賀、藤田、もう一度古賀、中山が右のスペースに走るか、その前に藤田につなぐ、そして中山オフサイド。中山はその前のパスで自分のところに来るという風な感じで出たんですかね、そうですね、はい、タイミングとしては。前半の10分を経過しました、両チームまだ得点がありません。フェレーラが蹴ります、フリーキック、こちらは中山、まあ、3試合で13得点ですからね、本当に驚異的ですけどね。そうですね、決定率がですね、この3試合で20本シュートを打って13点決めてますから、はい、6割5分これは本当に打てば入ると、まあ、それに近い感じですよね。そうですね、まあ、世界のリーグも、ね、たくさんありますけど、はい、もう記録はまないでしょうね。まあ、それが何か ロイター伝で世界に、ね、はい、ニュースとなって伝わったそうですけどね。さあドゥンガからのボール、藤田がスペースに入っていたが、うん、ゴールキックに変わりました。藤田も好調です。藤田も中山の今年の15点のうち3アシスト、3つじゃ少ないですねという話をしてましたけどもね。ペレーラから、あ、田中がもう今日は吉原に随分、吉原とのマッチアップが多いですね。そうですね、アジューソンから鈴木秀人、そして左のスペースへ七海。ナナミはこうやってスペースに走って動く、はい、あの受ける動きが多くなりましたね、このところ。そしてナナミから服部オーバーラップ。さあ日本代表服部抜いた、クロスが入り低いボール、ペレーラです。服部上がりましたね、はい、この辺りのですね動きというのは非常にスムーズですよ ね、 この7番ナナミ、6番の服部、日本代表コンビですからね。やはりまたペレイラもやはりポジションはいいですよね、今のね、はい、予測してポジション取りでクリアですから、はい、さあドゥンガのコーナーキック、高いボール、ファーだ、田中の前でペレイラがカットしましたが、藤田としてはもう一度クロスが入ってきた、ファーでドゥンガ、ディロです。ジュビロのこれまでのシュートはナナミ、そして田中、2本です。コンサドーレはまだシュートがありません。吉原が前線に残っていることがちょっと多いですかね。そうですね、バルデスの方が少し下がり見てですね。鈴木から七海、ちょっとマラドーナにちょっと手をつかまれました。フリーキックです。先ほどの、レポートでも、上田アナウンサーのレポートでもありましたけれども、ウーゴ・フェルナンデス監督も18番の吉原を随分コント買っているようですけれども、確かに、今年はですね、フェルナンデス監督も、まあ、我々もですね、深川選手、それから有馬選手、こういったフォワードが入ったんで、吉原浩太はちょっとリザーブになってしまうんじゃないかというような見方もあったんですが、やはり始まってしばらく経ったらこの人は定着してきましたんでね。そうですね、今3点取ってますよね。そうですね、非常にキレのある動きですよね、
まあ、まだ20歳ですけれども、高校選手権で随分活躍しましたね。そうね、ベストワンになった時ですね。はい、初芝橋本高校、和歌山ですが、さあチャンス、七海、うん、もう一度、鈴木、ドゥンガ、囲まれている、もう一度鈴木、あー、ドゥンガの方のファウルですか。フリーキックはコンサドーレです。手元の時計では前半の14分を経過しました。まあ、大体3分の1ですけれども、前半のここまではコンサドーレがですね、非常に集中力を保ってプレーしています。マラドーナ、これはアジューソン、鈴木、田中、中山、トラップできました。真ん中には奥が入っていく、奥一人だ、ちょっと溜めて、藤田には通らずにか。さあコンサドーレ、バルデスに対して厳しく古賀がついていきます。ああ、古賀のファールを取りました。うん、しかしあのこういう守りっていうのはかなりあの今ジュビロ要求されていることでしょうからね。この強いフォワードに対してね、はい、マラドーナからバルデス、ああバルデスのパス通らず、あ、鈴木のファールを取られました。あんまりまだ距離ありますけど、あんまり近いところですとマラドーナのフリーキックありますんで ね、まあ、札幌としてはそれは一つの狙いでもありますよね。はい、この前のベルマーレ戦のロスタイムでこのマラドーナのループシュートは素晴らしかったんですけどね。はい、さあウーゴ・マラドーナ、またコンサドーレボール、後藤芳勝、バッドセーリング、オフサイドフラッグが当たりました、上がりました、オフサイドです。これも札幌の一つの ね、 そうですね、形ですよね。バルデスの頭というのはね、後藤から正確なボールが行きました。今のはそういう意味ではちょっとバルデスと競ってる選手がいなかったっていう意味ではジュビロとしては危ない感じですよ ね、 ね、オフサイドでしたけどね。はい、吉原、バルデス、あ、厳しく守ります。うん、ドゥンガ、1人コンサドーレの選手は倒れていますが、ゲームは続いています。中山、粘った、んー、どうだ、カットリがいった、後藤、右からすぐりか、岩田、東高校出身、マラドーナは倒れてます、ね、あ、すぐりは向こうで出しましたね。マラドーナが倒れていますから、マラドーナが倒れています。コンサドーレ前半の16分を経過しました。両チームまだ得点がありません。マラドーナはピッチの外に出されました。ゲームの方は再開されていまして、ジュビロはコンサドーレにボールを戻しました。ペレーラから長いフィード、吉原と服部が競り合っていましたが、ボールは抜けていきました。ファールにはなっていませんが、今タッチを割ってスローインです。ああ、マラドーナの様子ですが、ちょっと苦しそうな表情ですね。この場面なんですが、奥と競った時ですね。はい、まあ、やはり怪我に弱いと言いますかね、途中で動けなくなって交代という場面もね、何度かやっぱりある選手ですよね。相手をこう引きつけて出ますのでね、はい、どうしてもこう接触する場面が多いですね、マラドーナは。さあジュビロは左から右へ、そして右の前のスペースに藤田が入っていく。このスペースは使いたいところなんです。そして古賀のクロスは高々と上がりました。これはまだタッチを割っていません。すぐには体を入れて最後はタッチを割りました。中山追っていきましたがダメでした。小型熊のクロスちょっと高すぎました。しかしここのところ、1試合に1回アシストという場面がね、古賀選手ありますんでね。で自分でもあの目標はですね、 1試合1アシストということを言ってますんでね。今は中山選手が調子いいんで、中山さん調子いいからいいボールを上げればなんとかしてくれるというようなことも古賀選手言っていました。こちらは奥大輔、この奥も、まあ、岡田監督が日本代表、岡田監督今日来てますからアピールしておきたいところです。あ、今見てますね。ちょっと画面上見にくいかもしれませんけれども、ゴールキーパーは大神です。ジュビロ伊藤さん、はい、どうぞ。コンサドーレなんですが、24番の鳥塚選手がアップを始めました。はい、24番の鳥塚、
この前は、まあ、ベルマールと PK 戦だったんですが、その PK を最後ねクロスバーに当ててちょっと失敗してしまいましてね。うん、マルドはちょっと足が痛そうですね、はい、中山下がってきてボールを受けました。そして七海が前にいました。七海からうわっとこのボールはどうだ、止まるか、止まらない。服部がオーバーラップしていましたがダメでした。コンサドーレは吉原とバルデスの2トップ、そのトップにボールを配球するのがマラドーナなんですが、マラドーナがちょっと足を痛めました。今ピッチにいますけれども、やはり痛そうですもんね。そうですね。札幌はやはりマラドーナがかけるとちょっと痛いですよね、はい。これちょっと競らなかったということで吉原の方のファールですね。ドゥンガ、いやこれは木川に呼ばれた。この木川という選手はなかなか迫力あるんですが、これはユーローカードです。木川が倒れています。フォワードとしてですね、木川はこの入団したんですけども、アジア大学出身、左のウィングバックとして非常に力を発揮しています。今は古賀選手の股抜きをして結局体で止められてファールを誘いました。さあ左45度より中川、距離としてはまだちょっとあるなという感じがするんですけども、まあ、直接はないと思いますけどね。バルデスの頭だと思いますけどね。マラドーナ、さあバルデスに合わせるか、胸で落とし、左足シュート、よくブロックしたがもう一度、いやー厳しい。アジューソンですかね、今の人は。うまくバルデスが飛びましたけどね、ジュビロはちょっと危なかったですね。さすがにこのマラドーナバルデスのコンビですね、はい、見事でした。胸で落としてこれ左足のシュート、アジューソンの右足に当たってこぼれたところ吉原行きましたが、古賀が体を入れてました。ゴールキックに変わりました。鈴木からのボール、ちょっと不正確。ジュビラここまでちょっと中盤パスがね、はい、ちょっと通ってませんね、今日はね、はい。ペレーラ、すでに21分を経過しています。前半です、0対0。ここ4試合連続ですか、ジュビロは前半20分までに点を取ってるんですよね、はい、先制点をね。今日20分までに点を取ることはできませんでした。ドゥンガ、さあこのボールに七海が走っていきます。ゴールライン割りました。ちょっとピッチサイドに聞いてみましょうか、吉田さん、はい、どうでしょうね、まあ、前半の半分ぐらいまで来ましたけれども、はい、ちょっとゲームとしては小康状態といいますか、ジュビロの方がですね、うん、ちょっと慌ててますよね。もう少しコンパクトされてるんで、横にねルンガを使いながら攻撃していけばいいと思うんですけど、今のところなかなか空いてるドアというかスペースがないんで、こじ開けようとせずに、ね、はい、ボールを回しながら打っていけばいいと思うんですが、札幌の戦い方がここまで非常にそのまとまりがあるといいますか、いい感じがしませんか。そうですね、きっとディフェンシブに戦ってきていると思うんですけども、ね、はい、役割はこなしていると思いますね。桑原さんね、はい、コンサドーレはそのチームとしては非常にこう組織的にね、そのみんなでこうやろうっていう感じがね、見られますよね。そうですね、うん、マラドーナちょっと足を痛めてますが、マラドーナ、ドゥンガがついています。こういうところが強いですよ、マラドーナは。いや3人目が来た、最後鈴木レトンが行きました。あータッチアウト、スローイン、マラドーナが違うぞちょっと怒りましたけれども、結局スローインはジュビロです。これはちょっと奥との意思の疎通を欠いたスローインになってしまいました。奥大輔29番、そしてこちらが小型熊。さあ木山に対してドゥンガが今プレッシャーに行きましたが、服部です。札幌のも攻撃、攻めが左からが結構多いですよね。そうですね、スムルが今ボール持ってますけどね、はい、ちょっと今までボールは触ってませんでしたから、どうしてもマラドーナがね、そうですね、左流れがちですしね、はい、そうですね、ドゥンガはタッチに逃れました。ドゥンガとの今のこういう1対1の勝負っていうのは面白いですよね。
ちょっと今吉原が藤田の上に乗ってしまいました。大丈夫でしょうかね、かなり痛がってますね。今シーズンは非常にキャンプの時からフィジカルコンディションが良くて切れてる藤田なんですけれども、はい、今このプレーの後ですよね。ここでですね、左の脇腹あたりのところにね当たっていったんですけども、大丈夫そうですね。さあフリーキックはジュビロです。ジュビロ陣内、さあ中山抜け出すか。いやちょっと倒れた。あフリーキックです。ペナルティーアークの中ですね。これはジューソンでしょう。コンサドーレのバックは19番の渡辺拓、そして5番こちらが木山です。ガンバ大阪から移籍しました。今の場面、あここで木山がやっぱり押してちょっと倒してますね、はい、やっぱりジュビロにとってはチャンスですね。そうですね、ジューソンがプレーしますね。ここはねアジューソンですね、斜めはジューソンですけど、はい、右足でアジューソンでしょうね、4試合連続ハットトリックという偉業を成し遂げるか中山というところなんですが、現在のところチームまだ得点がありません。25分チャンスを迎えました。さあ壁はコンサドーレもう全員あそこ入りましたんで、ね、そうですよね、全員ですよね、はい、10人がペナルティエリアの中に入っています。壁は6枚7枚ですか、七海とアジューソン、どっちが蹴ってもいいような場所ですけどね。ゴールの中に入りましたからね、はい、オフサイドありませんのでゴール前にも選手が出てきましたね。そうですね、そうですね、あの上をキックで越えるって手もあるんですが、はい、思い切って打った、クロスバーを越えました。ゴールキックに変わります。アジューソンはちょっとアピールしていますけどゴールキックです。前半の26分を回りました。両チーム得点ありません。ウスター、さっきのソースがタッグを組んだ、ダブルソースになりました。マルちゃん、昔ながらのソース焼きそば、焼きちゃんぽん持ってました。レッツゴー、ホットだぜ、燃えてるぜ、だけどオイラは腹ペコさ、ホットだぜ、青春だ、ホットホットヌードル、ホットヌードル、ホットヌードル。マルちゃん、まもなく27分になろうという時間帯です。ジュビロがコンサドーレの攻撃を防いでボールを取り返しましたが、今の古川、まあ、自分の役割をそれぞれがこなしているという感じのするコンサドーレ札幌、古賀、ドゥンガ、もう一度古賀、そして藤田が行きます。ドゥンガ、もう一度藤田、この辺りが早いですよね、ワンタッチで。こういうリズムが出てくると、はい、ジュビロの中盤はね、うん、いい形できますけどね。服部七海、アジューソンに戻す。右に大きくスペースが空いていますが、アジューソン、藤田、ドゥンガ、古賀がこちらに出ているが、さあ中山だ、中山落として藤田、いや七海です、七海から古賀拓磨が行く。さあいい展開だが古賀ヘッド、そしてさあっと惜しい、その前にゴールラインを割っていました、うん、旗が上がりました。うわー、際どいところでした。ここがヘディングで、ね、抜いたところ良かったんですよね、はい、ここですね、わずかにボールが切れてしまってますか。ゴールキックに変わりました。中山が最後はシュートを打ったんですが、まあ、リードに当たりましたけどもね、決定的な場面でしたけど、ね、まあそこまでディフェンスが切れ込んでいくとね、チャンスですからね、はい、うん、展開としてはね、左側に寄せて、まあ、七海、服部あたりのところでボールを持っていて、右側にスペース空いたところで逆にね、振ってきましたよね、はい、さあフリーキックに変わります。今映っていた17番はこのジュビロスタジアムのすぐ近くにあります岩田東高校出身、そして袋井出身のすぐり、古川から木川田、カーブかけて、アジューソン、田中、もう一度アジューソン、長いボール、中山、鈴木、服部からドゥンガ、七海です。
低いボール。ペレラですね。はい。ペレラやっぱり効いてますよね。はい、ね。おっとちょっと鈴木が抜かれて木川だ。小賀も抜かれる。ドゥンガも抜かれた。やはり木川田力があります。うわ鈴木後ろから行った。これちょっとまずいプレーですけど ね、 さあ早いリスタート。17番すぐりです。後ろにサポートしているのは後藤ですが左足で上げてきた。ファーにバルです。ヘディングで古賀、そして藤田、ドゥンガ、さあ七海が出ていきました。ファールではありません。使いますね。コンサドールボール。古川、木川田、ボール出しますね。そうですね。七海が倒れていましたんでね。しかし私昨日取材に来た時にバウィル監督に木川田という左の選手がいいんじゃないんですかっていう話をしたんですけども、やはり VTR で見てコンサドールの左サイドいいという話をしてましたけども、先ほど3人抜いてきましたからね、はい、レイラのインターセプトからですからね、はい、バーミール監督は奥を今呼んで指示をしてますね。ゲームはスローインで再開されました。今集合前からちょっと声聞こえましたけどもボールを返してあげろと、はい、コンサドーレが出してくれました。七海の怪我でコンサドーレが、ね、ボールこちらのタッチに蹴り出してくれたんでね。こういうことはルールには書いてありませんけどね、はい、フェアプレーということで山本正邦コーチの声が聞こえたんですけども、はい、田中誠に返せ返せ誠という声をかけていました。スローインはジュビロ。ペレーラと中山の競り合いでした。さあ藤田、さあ今度はなかなかいいパスコースは見つかりませんでした。古賀中央、鈴木がフリーになっている。こういう場面が多いんで鈴木のパスの精度リズム、そういったもの大事になりそうですね。七海、いや藤田から七海へでしたが、その後藤田につながらず。さあコンサドーレボールはバルですが、股抜きからアジューソンのファールを誘いました。フリーキックコンサドーレ。31分を回りました。前半は我々もこう集中力を持ってずっと見つめているようなゲームになりましたけれども、早くも30分が経ちました。あ、これも田中のファールですか、うん、吉原に対しての田中誠のファール。何かこうここまでのこのところの試合と違うんで、選手たちも時々こう苛立っているようなね。そうですね、うん、やはりいい時はもっとボールが速く ね、 そうですね、中盤はもうジビロのは回りますけどね、動きますよね、ボールは速く動いてるんですけども、いい動かし方をしてるんで、はい、ためができてオーバーラップもできると、そういう感じでしたもんね、まあ、その分札幌はよくね、はい、戻りが速く守ってはいますけどね、うん、はい、さあマラドーナ、ペレーラ、どちらでしょう。この距離ならペレーラか、蹴った、壁に強烈に当たりました。ファールは木川田、藤田に対してのファール。先ほどはチャンスを作りましたアジア大学出身の木川田。田中のフリーキックから小賀拓磨、思い切って前へ。ここに走り込む選手はいません。ちょっとこの辺りもギクシャクしています。ジュビロ、さあ古川に対して藤田、激しいプレッシャーですが、コンサドーレのフリーキックに変わります。ペレーラがまた蹴りますね。これやっぱこういう時に修正ポジションちゃんと修正しないと、やっぱりバルデス、うん、やはりそうですね、狙ってきますよ ね、 ペレーラからは、はい、バルデスは倒れましたが、すぐに後藤、もう一度バルデス、もう一度後藤、そしてすぐにはオーバーラップしていますが、前に当てて吉原、吉原から後藤入ってきた。んーと狭いところを通していきました。あ、ハンド取りましたか、ね、はい、さあ早いリスタートから奥、そして中山、イエローカードですね、これは。そうですね、渡辺拓イエローカード。前半の33分です。左45度から中山中に入っていこうという場面だったんですが、
今の中山のプレー見てますと、やはりこう、キレが戻ってるなという感じしますね、はい、コンディションがいい感じですね。今シーズン3枚目のイエローカードになりました渡辺拓斗。さあどんな、あっともうちょっとというところだったんですけどね、奥がその後ろにいたんですが、吉原切れてます。いいですね、ちょっとあの、はい、森島タイプの選手なんですけどね、そしてマラドーナ、スグリと、スグリと吉原、今17番18番ダブルであそこ行ってましたんでね、はい、まあ、スギルのあそこは良さですけどね、はい、2列目。さあ最終ラインです、ジュビロ、アジューソン、大神から、両チームちょっとボールがつながりません。ドゥンガタッチ終わりました。古川中盤で激しくマークしています。うん、まい、ラインを上げてきました、ジュビロ、奥、鈴木、服部がオーバーラップしている、その前に藤田、スグリのファール。残り時間は10分を切っているんですが、前半攻め上んでいるジュビロ、ドゥンガのフリーキック、さあチャンス、奥、高いボール、七海から古賀が上がる、あ、最後古賀に当たってタッチ終わりましたが、手元の時計では36分もありました。この選手が木川だ。マラドーナ、吉原へ、なんと田中空振り、バルデス、すぐりです。本大戦から今年札幌に行きました、 J リーガーになりました、すぐり。ボールはルーズになってます。後藤と奥の競り合いですが、あ、後藤の方のファール、素早いリスタート、ドゥンガから服部ですが、ちょっと中にいませんね。あ、自分で抜いていこうというところだったんですが、クリアされます。攻めあぐんでいるということを分かっているんで、あのドゥンガが先ほどからリスタートをね、早く早く相手の準備できないうちにやろうというのは、意図はね、ありますね、はい。ピッチサイドちょっと吉田さんに聞いてみましょう。吉田さん、はい、ちょっと何かこうギクシャクしてるでしょう。そうですね、あの、奥大輔選手なんですけども、はい、ちょっとスペースがなくて自分がどこに動いていいかね、分からなかったんですけども、少しずつね、先ほどボール1回受けまして、ちょっとずつリズム出てきてるんで、はい、そうですね、あの大輔は少しずつリズムを取り戻せるとは思うんですけども、あと藤田君がちょっと引きすぎてるんでね、はい、右の方で少し高めで張ってもらえると、後半の方でまたチャンスができるかなと思うんですが、16番のね、チャンスですね、奥から、さあ中山だ、なんとトラップした、中にはボールが返ってこない、ペレイラですね、ペレイラやっぱり効いてます、本当に。そしてマラドーナ、この位置まで下がっていました。一応ゴールからボールを遠ざけたという感じですね。吉田さん、はい、まあ、やはり藤田選手のところ木川田選手がいますよね、はい、これやっぱりこの選手攻撃力あるんで、はい、それも考えるとやっぱり少し高めにいた方がいいかもしれないですね。そうですね、この局面で2対1にできると思うんでね、なるべくそこのポジションでプレーしたほうが、はい、逆にドゥンガの、ね、スペースもできますんでね、はい、そうすれば余計バリエーションができると思います、ね、はい。さあ服部が抜けてきた、あ、浮かしたボール中身に通らず、マラドーナだ、今度はマラドーナ、鈴木をかわしてドゥンガも行っている。ドゥンガがこれはさすがですね、さあジューソンも上がっていったぞ、あ、これはゴールラインがありました。前半も残りが少なくなってまいりました。まもなく39分になります。0対0、まだ両チーム得点がありません。うおー、
共に絶叫世界一、キングオブコースター藤山。ギネス公認絶叫世界一、夜の藤山、藤山2。富士急ハイランド。ジュビロゴール前でチャンス、ペレラクリアです。今コマーシャルの間に中山選手打つかという場面があったんですけれどもね、打てませんでした。ここまでシュートはジュビロが2本ですね。七海と田中、そしてコンサドーレの方はバルデス、吉原、ペレーラ、まあ、内容的にはだんだんどうですか。ジュビロの方がまあちょっとボール、まあ、持ってますけれども互角に近い感じしますね。はい、中盤の組み立てのターンも互角ですよね。アジューソン、藤田、そして奥からもう一度藤田、古賀が中から上がっていく、右に開いていった中山、もう一度中に入っていく、今度は古賀の外に出ていく、藤田ドリブルから2人かわして、あっと、古川のファールです。前半残り時間5分を切りました。古川にイエローカード、この試合すでにイエローは3枚出ています。前半20分古賀拓磨、そして、ゴンサドールの方は33分に渡辺拓、40分に今古川。さあフリーキックはドゥンナ、直接もありますよね。ありますね。ゴールキーパーはディド、壁は3枚、狙った、ディドキャッチ、これはコーナーになりました。直接やっぱり狙いましたね。壁3枚でしたからね、さあリスタートでも得点は多い今年のジュビロですが、さあどうだ、シュートを決まった、ゴー、ゴンゴー、1対0ジュビロ1点先制。中山これで5試合連続得点、今シーズン通算16点です。いやー見事入りますね、中山のパリヒ、打てば入るね。今日中山自身は初めてシュートですからね、はい、1対0中山のゴールで1点を先制しました。今の場面一旦抜けていったボール、ヘディングで戻したところ、田中が戻して最後中山でしたね。ここで田中誠がヘッドで戻します、はい、そして中山右足です。入りましたね、ポストの下に当たってね。そうですね、ああいうところでも落ち着いてますよね。そうですね、はい、それがこの大量得点につながってると思いますけどね。そうですね、9試合ですでに16点目が入りました中山。まあ、コンサドーレは今9試合目でチームの得点が10点ですから、まあ、そういうことを考えますと中山はどれだけ点を取っているかというのがよく分かると思うんですけれども、この3試合、ここまでの3試合が13得点、ハットトリックを3試合連続続けている中山が今日も1点を取りまして1点先制。奥、中山が追っていきます。ちょっとかぶってしまった、ファールですね。ちょっとアジューソンですか、アジューソンちょっと左足ですね、かなり痛そうですね。膝かどっかですかね、左の膝を押さえてますね。この場面ですが、ちょっと左の膝にちょっとひねりましたね、はい、完全にこう外側に膝がこう内側になってこう内股になるような感じでひねったと思うんですが、もともとこの人は内股なんですけども、今ちょっと不自然な形で倒れましたね。クリアに行こうということでね、ちょっと心配ですね。今日はジュビロのリザーブディフェンダーは一人も入っていないんです。そうしますと福西、ミッドフィルダーの福西をまあボランチに本来のポジションを入れて、鈴木へと一番最初ラインに下げるというような形になるかもしれません、ね、はい、まあ、パスは福西の方が鈴木よりもいいですから、あ今脱いでますねジャージをね、
あダメ、フリマコーチがダメですね、今バッテン出しましたね、ストレッチをさせています。あ、アジューソンダメですね、うん、ドゥンガンかなり大きい声で何かベンチの方に言ってましたけども、1点を先制した後ですが、今手元の時計は44分回っていますけども、ちょっとロスタイムあるでしょう、はい、あ、ジューソン相当痛そうですもんね。とりあえず今10人になってますから、ドゥンガンが一番最終ラインに、ね、下がりましたね。あ、鈴木が下がりましたね。マラドーナドリブル、右へのボール、マルドナもちょっと怪我がちでコンディションよくありません。ドゥンがボール奪った、すぐにアジューソン入りますか。アジューソン今入りましたね。ドリブル、あ、上田さん、はい、何か治療みたいなことしたんですか。いえ、あの、もう自分の方から大丈夫だからということで率先して入っていきました。あ、そうですか、はい、ナナミサイドを変えます。服部です。まあ、時間もね、後ろ残りありませんのでね、はい、今10人でこれ戦ってるっていうのはやっぱり危ないですからね。七海、古川を抜いていきます。あ、コーナーキックを取りましたね。七海も非常にあのここ数試合 の、 その運動量、とにかくよくスペース走ってるなという感じがしますよね。アジューソンちょっと足は痛そうなんですけどもね、ハーフウェイラインのところに一番後ろに残っていますけれども、今手元の時計ではもうロスタイムに入って1分が経とうとしています。前半です。1対0ジュビロが1点リード。41分、ドゥンガのこの右からのコーナーキックから中山が取りましたが、さあどうだ、こぼれ球、どのぐらいロスタイムを見ているでしょうか。今日の主審は上川、田中、アジューソン、そして服部。さあ左から中山、左のスペースへ服部が入って上がっていったが、七海に戻す。まあ、札幌ずいぶん引きましたね。そうですね、まあ、前半はこれ以上取られてはいけないということでしょうね、残り時間ありませんから。七海から奥へ、あーっと止まらなかった。もうそろそろ時間はないものと思われますが、うん、ゴールキックリド、1対0。あ、バルですがちょっと後ろへ反らして、あー、マラドーナがボールを拾って攻めようというコンサドーレだったんですが、ここで前半タイムアップ。前半終わって1対0ジュビロ磐田が1点をリードしています。この放送はジュビロ磐田スタジアムからお送りしています。カズさん、サポーターが多すぎてバスまで行けません。よし、デカビタ入れよう。シュータン、デカビ、シャイ。あれ、岡野さんは野人だ。岡野さん、行かせて。デカビタ、仕事行きたくねえな。代わりに行きましょう。行ってきます。これであいつが行ったら、代わりに来た本人は。オム、もうかかってきてもいいのにな。おかしいな。缶コーヒーのボス、やりやりくりくり、やりくりくり、おいしいやりくり、どこにある。いいこと思いついた。俺もプロミス。やっぱりいらっしゃいませ。サービスは続くフロミス。スリムスリムスリムな体でモテたいぞ。スリムになってきたな。財布もスリムだぜ。プロミス。ついてるついてる、今日もついてる。ご相談はプロミスコールへ。バックスタンドに
ジュビロのビッグフラッグが今年初めて、まあ、お天気が良かったんで今日は広がろうというところなんですけれども、前半終わりまして1対0ジュビロが1点を先制してハーフタイムになっています。今日の解説は元日本代表桑原勝義さんですが、桑原さん、はい、前半、まあ、終了近い時間でジュビロが1点を取りましたけれども、内容的にはですね、非常にそのコンサドーレの健闘がまあ目立ってるかなという感じするんですけど、そうですね、互角だと思いますけどね、まあ、たまたま点がコーナーキックというね、はい、リスタートから入りましたけど、はい、互角だと思いますけどね、今日は中山のその4試合連続ハットリックなるかということなんですが、その中山がね決めてくれましたこの場面、はい、抜けていってこれ田中がヘディングでしたよ ね、 そして最後中山が右足ちょっとジャンプしてのハーフボレーの形になりましたけれども、まあ、ボレーシュートですけれども、クロスバーの下に当たってですね、で入ってますね、ですから今やはり中山の好調といいますかね、うん、好きといいますか、うん、ポジションもいいところにいる、そこにボールが出てくるという感じですね、そうですね、中山のこの横断幕も出ていますけれども、今日は静岡と北海道の皆さんにご覧いただいておりますので、まあ、ジュビロファンの方、ジュビロのサポーターの方はですね、その中山の4試合連続、そしてチームとしても爆発というのを、ね、はい、願っていると思うんですけれども、まあ、こうしてですね、赤いユニフォームを着て、コンサドーレの応援されているサポーターもジュビロスタジアムに来ています。今日私もこちらに来るときに東名高速道路で札幌ナンバーの車見ましたんでね、もしかしたらあの車で、はい、あの北海道から来た方もいらっしゃるかもしれません、ね、札幌は検討しています。さて、ピッチサイドのコメンテーターは吉田光則さんですが、吉田さん、はい、まあ、前半ね、はい、なかなかあのこう内容的にね、はい、こう緊張感のあるゲームっていうんですか、はい、あれこういい感じのゲームかなと思うんですけども、いかがですか。そうですね、あのコンサドーレとしてはあの、はい、やはりディフェンシブでコンパクトにしながらね、あのバルデスと吉浦君ですか、はい、をうまくカウンターで使うことを考えたと思うんですけども、逆にあのジュビロの課題としては、うん、そういう守ってくるチームに対してどうやってそこを打開していくかということだと思うんですけどね、はい、そこのところの、そうですね、パスの質とか、うん、その辺の精度が、ね、ちょっと低かったんで、まだ崩せなかった部分があるんですけどもね、うん、そんな中でも、まあ、フリーキックので点を挙げたことはね、うん、まあ、前半としては 1-0 で良かったかなと思うんですが、うん、あのこの前の試合も前半は1点でね、はい、でその前は前半2点 で、はい、で後半爆発してるんで、はい、そういう意味ではあのこの1点取ったことってのはやっぱり影響はあるでしょうね。そうですね、あの選手自体はそんなに焦ってないと思いますしね、うん、あのこのリズムでいけばいいと思うんですけども、うん、あの奥選手がねちょっとリズムが出なかったんですけども、はい、後半の途中から一度いいコントロールしてから少しずつリズムができてきたんで、うん、そこら辺の時間ができたことによって少しずつ、うん、あの空いてるドアが開いてくるんじゃないかなとは思うんですが、はい、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半の、データを見てみましょうか。桑原さん、シュートは、まあ、ジュビロが4本、コンサル2本と、いやフィニッシュまでなかなか持っていけなかった前半ということなんですかね。そうですね、決定的チャンスにはなってませんからね、うん、はい、はい、まあ、直接フリーキックはコンサドーレ19本、ジュビロ16本ということなんですが、コンサドーレの場合はフリーキック、マラドーナがゴールのペナルティーエリアに近くで蹴ればね、はい、怖いですから、そうですね、このあたりはジュビロの気をつける点ということですけども、はい、前半を終わって1対0、ジュビロが1点をリードしているジュビロ磐田スタジアム第9節、ジュビロ磐田スタジアムからお送りしております。お主、何やつ、飛び道具か、ジントニックいかがかなと思って。いただきます。ザ・カクテルバー、うまいぜベイビー。キレのいいジントニック。休憩する。でもあれ広げないでね、飲みたくなるから。もう広げちゃった。サマクラー、せーの、さあレジャーシートで気分はリゾートだ。伸びてー、センチリー、DCエダモン、伸びてやりやりくりくりやりくりくり、おいしいやりくり、どこにある。いいこと思いついた。俺もプロミス。やっぱりいらっしゃいまし、いらっしゃいまし、サービスは続く。プロミス、スリスリム、スリムム、スリムな体でモテたいぞ。スリムになってきたな。財布もスリムだぜ。プロミス、ついてるついてる、今日もついてる。ご相談はプロミスコールへ。キヌス
世界一キングオブコースター富士山ギネス公認絶叫世界一夜の富士山富士山2富士急ハイランド。ご覧のようにジュビロ磐田スタジアムは右から左へ強烈に風が吹いています。静岡県の西部いわゆる遠州地方は風が強いので有名なんですけれども、ピッチ上もやはりこの風の影響は今日はこれだけ吹けばあるのではないかと思われます。前半1対0でジュビロが1点を先制しましたが、後半はエンドが変わりますからちょうどこのコンサドーレ側から、ジュビロが攻めていくとこの サポーター側から攻めていくと風上に立つということになります。さて、今日は中山選手に、まあ、絶好調ということで期待されている方が多いと思いますが、全身あるのみ中山雅史、ね、この非常に大玉区のこの漫画は非常に2枚目に書かれています。その中山選手に、話を伺いました。ちょっと聞いてください。みんなの力があってのことなんでね、そういう部分でもっともっと自分にチャンスがいただけるんだったらね、それを得点につなげることでまた少しずつその恩返しをしていけたらいいなと思いますしね、そうすることが自分のためにもなるんじゃないかなと思いますね。とにかく体は点取れてなかった時よりも切れてるとは思いますね。それだけなんですけどね、他には別に何も見つからないんですよね、自分の中では。とにかく落ち着くこととゴールを見ることなんですけどね、まずフィニッシュにつながる前の部分を気を使っている部分はありますね。どこでどう受けるか、そのボールを受けた時にどこにトラップするか、ファーストタッチをどこに止めるかとか、そういうことをすごく気は使っているんですけどね、まだまだできない部分は多いですけど、そういうことを少しでも自分のイメージ通りにやれたらいいなと思ってますけど、勝ち点は並んでますけど得失点差で首位ということでね、この首位を絶対明け渡さないためにもこのコンサドーレ戦すごく大事になりますし、今まで対勝してきてるということでね、気が緩みがちなんでそこを締めてまた基本に戻ってね、忠実にポジションを守って思い切りコンサドーレにぶつかって、そして勝っていきたいと思います。という中山雅史選手ですが、今日で5試合連続ゴールと、まあもうただ1点取っただけではっていう感じになもう毎試合点取ることがね非常に大変なことなのに、これだけ取ってしまうとですね、まあサポーターはもっと取ってほしい、もっと取ってほしいっていうねことになってしまいますけどね。期待しますからね。まあしかし素晴らしいですね。さあ他の会場ちょっと途中経過をご覧いただきましょうか。2時キックオフのゲーム今日は2試合です。上から名古屋グランパス8対鹿島アントラーズは前半6分岡山、34分岡山と、岡山が2得点を挙げて前半終わって2対0名古屋グランパス8が2点をリードしています。アントラーズがちょっと悪くなりました ね。 そうですね。そしてヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島1対0サンフレッチェは久保のゴールで1点をリードしています。この放送はジュビロ磐田スタジアムからお送りしています。両チームの選手がピッチに登場してまいりました。福西が出てまいりました。やはりアジューソンが澤原さん交代ですね。そうですね。ですから鈴木がアジューソンのところに戻り下がりましたね。はい、センターバックに鈴木秀人が入って、鈴木田中のセンターバック、そしてボランチがドゥンガと福西になりました。さあ今後半キックオフ、ジュビロのキックオフで今度はジュビロのサポーターの待つそのサイドスタンドの方に向かってですね、ゴールに向かってジュビロは走りますが、変わったばかりで福西ファーストタッチ胸で落としました。これはボールを奪われました。鈴木秀人ヘディング、本来のポジションセンターバックに入りました。狭いところでのパス交換ですがちょっと大きかった。さあそれでは後半のメンバー紹介しましょう。ジュビロの方は、福西が入りました。アジューソンが退いています。センターバックに鈴木秀人が入っています。ちょっとこれ、ディフェンダーのところに鈴木が入っていないんですけれども、ゴールキーパーが大神、古賀、田中、鈴木秀人、服部、ミッドフィルダーが福西、藤田、ドゥンガ、七海、ツートップが奥と中山です。コンサドーレがジュビロ陣内攻め入ってきましたけれども大神キャッチ。コンサドーレのメンバーはゴールキーパーディド、
ディフェンダーペレイラ、キヤマ、渡辺拓のスリーバック。今日渡辺拓はイエローカード3枚目をもらいまして次の試合は出場できません。そしてミッドフィルダーにスムリ、古川、さあ逆サイド、このゴールライン割りました。メンバー紹介続けましょう。スムリ、古川、後藤、木川田、マラドーナ。後藤と古川がボランチ、スムリが右側、そして左側木川田が上がってきます。10番マラドーナ、そしてフォワードは吉原とバルデスです。コンサドールの方はメンバーの交代がありませんでした。変更はありません。最終ライン、ペレイラ。今ボールを持っているのはディドですけども、ディドが後半登場してきてちょうどジュビロサポーターの前に行きましたら大きな拍手が沸き起こりましたけれども、ゴールキーパーにはよくジュビロスタジアムのサポーターはゴールキックの時に相手のゴールキーパーにブーイングしてますけども、今日はリドにブーイングをするかどうか。さあ服部です。左から上がる七海、あっと追いつかない。カバーしたのは渡辺拓、そしてマラドーナ。マラドーナ前半ちょっと足を痛めましたが後半も出ています。そして右のスグリ、スグリから吉原、吉原中に入っていく。そして後藤をスルーしてマラドーナ、福西がカバーしました。吉原には通らず。伊藤さん、はい、どうぞ。ハーフタイムの時の監督の指示です。まずジュビロのバウミール監督ですが、大変難しいゲームになっている、コースともに修正し後半に臨みたいということでした。そしてコンサドーレのフェルナンデス監督なんですが、後半はコースのバランスに気をつけよう、そしてですね、もっと積極的に相手ゴールの近いところでプレッシャーをかけよう、あと45分あるので集中を切らさず攻撃して逆転しようということでした。以上です。はい、今日のベンチサイドの情報は上田智子アナウンサーです。バウミール監督ほとんど具体性がありませんけれどもコンサドーレのフェルナンデス監督が前からね積極的にプレッシャーかけようということで、まあ前から取れば当然バルデス吉原がいいですからチャンスになりますんでね。そうですね、やはり後ろに引いて守ったんではちょっと攻撃できないだろうということでしょうかね、はい、ドゥンガがボールを取りました。そして奥に当てて福西です。後半から出てきましたボランチ福西、そして七海、その前に中山。さあ中央に奥が入っていく、ファーから古賀が行くが中身左足で上げたっと逆サイド古賀を狙っていきましたがミス。後半立ち上がり3分、まだここまで五分五分。ゲームの方はしかし中山のゴールで1対0とジュビロが1点リードしています。バルデス、バルデスはまあ時折こうやって下がってね、はい、ボール持ってきますがキープ力ありますんでね、こういう感じですね、こうやってバルデスがチャンス作ってまた上がっていきます、はい、マラドーナ、バルデス、あっさりとハットリもかわされました。デリーバルデス、そしてスグリ、マラドーナから後藤、後藤からあっとファールですね。ここが札幌チャンスですよ。はい、吉原が倒されました。吉原浩太20歳、今シーズン3ゴール、バルデス6ゴール、吉原3ゴール。さあ、これマラドーナ狙うところですよね、これ距離的にはね、当然ね、好きな位置ですよ、ここは。バルデスが5点、吉原が3点今シーズン上げています。あとはマラドーナとバウテルが取っていますが、外国人登録の関係でやはりこの浜松の本田から行きましたバウテルは今日は出られません。マラドーナ、ペレイラ、バルデスがピッチに出ています。コンサドーレの外国籍選手、さあマラドーナ狙った、壁に当たって落ちたボールは吉原拾えずクリアされました。壁に当たりましたけど、なんとなく際どい感じがしますよね。マラドーナのシュートでした。さあペレイラからボールを奪ったジュビロ、コンサドーレ、吉原、この辺りトリッキー、大神よく出てきました。あっと取れない、取れない、いやー、もう一人いたら、ジュビロは大ピンチでしたけどね、はい、逆にジュビロチャンスだ。ちょっと渡辺拓と奥が倒れているがゲームは続いています。あ、ちょっと止めました、はい、先ほど吉原浩太もねジュビロのゴール前で倒れてますんでね、ペナルティエリアでね、3人今出場で選手が倒れています。吉原浩太、そしてカウンターの攻撃からコンサドル、ジュビロが締め
ジュビロが攻めてきたんですけれども、奥に対して渡辺拓、この2人が接触して倒れました。3人が倒れています。後半の6分を経過しています。前半に中山の取った1点でジュビロ1点のリード、1対0。この放送はジュビロ磐田スタジアムからお送りしています。レボリューションヤマハニュージョブデビュービビビーナーロケットゴーラージェットエンジンイエッスロットイッパー短くって大きくなろうヤマハビーナー。ゲームは再開されました。リドからペレイラ、コンサドーレが最終ラインでボールをキープ。前線の吉原へ、服部福西ですが、古川からコンサドーレボール、木川だ。ん、ちょっとハンドでした ね、はい、木川だ、ハンドです。まあ、バーミール監督はコンサドーレはその前節ベルマーレにね負けてましたけども、最後の最後で追いついて PK 戦まで持っていったんだと、はい、そういう意味では非常に最後まで諦めないいいチームだと言ってましたけれども、それでもそのチームとしてのまとまりっていうのはね、その個人個人とともにですね、やっぱりそのチームとしてのまとまりがそれ以上にあるという感じがしますよ ね。 そうですね。服部のクロス、わーっとちょっと合いませんでした。ファインに流れた。古川、マラドーナ、うわ細かいドリブルです。普通なら後ろへ一回戻しますけどね。すぐに鈴木秀人が吉原を抑える。あーっと吉原のファールになったか。フリーキックはジュビロです。あ、コンサドーレのサポーター席からはコータコールですね。吉原コータ、170センチと小柄ですけれども、本当によく今日も動いています。ナナビ、うわ今のは非常にアクロバチックでしたけれども、ナナビ、そして藤田、もう一度ナナビ、古賀が前にいますが、さあどうする、左足で入れるか、戻してドゥンガ、遠くには通らず、いやここでボール奪われた。マラドーナ、ナナミのプレスから奥、ドゥンガ、さあドゥンガがフリーキックのようにクロスを入れて、藤田の前でペレイラ、中山も飛ぶ、後藤吉和から右へ、すぐに上がっていく、前には吉原、その吉原、これは危ないところ、あすぐにもいいボールでした ね、いいタイミングでいいボール出しました、はい、今そのすぐに大川、服部、すぐにキープ、つなぎました、はい、あっとスローインはコンサドーレ。伊藤さん、はい、どうぞ。そのスーリ選手なんですけれども、地元で初めてプロとしてプレーをするので大変緊張しているのが幸せですとおっしゃっていました。今は絶好調なんだそうですね、うん、今日は家族みんなが応援に来ているとおっしゃっていました。はい、すぐに広政、2002年地元福呂井でワールドカップ出場だという横断幕が出ているわけですけれども、やはり地元で温かい応援を受けてね。そうですね、はい、今日はあの磐田東高校 の、 そのサッカー関係者、そして福呂井の皆さんも何人もね、はい、このスタジアムに詰めかけてくれているということですね。その緊張感が幸せって言葉もいいじゃないですか ね、はい、うん、まあ、後輩たちもね非常に夢が持てますしね、はい、うん、この17番のスグリ選手は今年最初に4バックで札幌が始めた時には中山が追っていきます。キヤマン体を入れました。4バックで始めた時にはね、スグリ選手はちょっとインサイドの中盤やってましたけども、そこでも非常に役割こなしてましたし、はい、今3バックになったんでアウトサイドの、まあ、タッチラインに近いところで、ね、ウィングバックという形で、やってるわけですけれども、基本的なことっていうのは分かってる選手ですから、そうですね、あれユーティリティな感じもしますよね、
田が倒れました。フリーキックジュビロ。後半も11分を経過しました。さあドゥンガ、中山に合わせるか。ゴール前、中山倒れましたけれども、これはファウルでありません。すぐに、まあ、田中誠もよく守ります、はい、鈴木、ドゥンガ、奥、藤田、古賀、合いません。今七海が前に出ています。奥が2列目、サイドを変えたコンサドーレは後藤。34歳ベテランですがよくやってますね、はい、後藤もね。すぐに吉原がスペースへ。今鈴木がスピードをやっぱり生かして吉原コーターを止めましたね、うまくね、コースを塞ぎました。さあヘディングクリアのコースが乱れた。これは奥が行きまして、スローイン、七海、ドゥンガ、合いませんでした。ちょっとペレーラが出てきましたよ、福西に当たりました。そして後藤、タッチ終わりました。後藤義和、ジェフの前身の古川電工の時からもう古川でキャプテン、ジェフでもキャプテン、はい、そしてこのコンサドーレもキャプテンと、ずっとキャプテンをやっている人、清水商業出身、日吉王時代は全国選手権ベスト4。これはいいボールになりました。古賀拓磨、快速を飛ばした。いやちょっとどうだ、もう一歩前になんとか奥に出ればという感じもあったんですが、後半の13分、コーナーキックを取りました。ドゥンガがゆっくりとコーナーエリアに向かいます。さあそろそろというジュビロファンのじれている感じがあるかなという気がするんですけどね、桑原さんね。そうですね、前半の41分にリスタートから中山が決めていますが、さあクリアです。まあ、ここまでジュビロは4連勝ということなんですが、フリューゲルスに4対0、セレッソに9対1、ここから爆発が始まりました。さあドゥンガのボールだ、フリューゲルスに4対0、セレッソに9対1、サンフレッチェに5対0、そしてアビスパに7対1と、まあ、この4試合でね、4試合だけでジュビロ25点取ってますので、ね、3試合で21点です。後3試合は平均7点ですから、はい、しかし、まあ、サッカーはもともとそれほど点の入るゲームじゃないんでね、もう3点くらい取られると負けたなという感じしますからね、ですから普通はまあ3対0とかっていうゲームですと大体解消のですから、そういう意味では満足するんですけれども、はい、さあこの古賀の身を挺したパスから中山が行った、藤田が来ている、そしてドゥンガどうする、ドゥンガ右足シュート、ああコーナーキックになりました。あ、今古賀がジャンプして中山につなぐパスが出せましたね、はい、やっぱり局面局面でジュビロがこう体を張ったプレーっていうのがね、本当に見られますけどね。そうですね。さあ今度はジュビロ左からのコーナーキックです。今日は右からのコーナーキックが非常に多いんですが、七海、ドゥンガ、福西、七海、クロス、中山、これも決定的な場面でしたけども、しかしこれシュートミスではありませんので、ね、これは福西のパスから、ね、はい、
ちょっとひねりがね、はい、ちょっとこう少なかったという感じでしたけど、まあ一つの得点を取るためのしかしね、形ですね。しかしやっぱり好調さは変わってないという感じのシュートですよね、はい、これはね。さあ古賀拓磨、中山ファーですが、あっとここが入っちゃうか。あーゴールキックに変わりました、うん、古賀拓磨クロスがちょっとゴール方向に行きまして、はい、そのまま入ってしまうのかと思われましたけど、今の場面ちょっとコートゾールのは中盤のマークがちょっと甘くなりましたからね。そうですね、後半も16分を回っています。ちょっとジビロに決定的チャンスが出てきましたね。はい、コンサドーレがやっぱりボールもちょっとつなげない感じですし、はい、バルデス、マラドーナが触る機会が回数がちょっと減ってますよね、今ね。さあゴール前、これ抜けてしまったゴールキックです。中山に対して今マークに入ったのは木山。やっぱディドの時はブーイングしませんね、やっぱり元ジュビロだということでね、はい、バルデスからボールを奪った福西七海、ドゥンガからもう一度七海、ドゥンガ、いやドゥンガ、中山へ、うわー、もう一度、今度は藤田、こぼれたところは、古川クリア、ドゥンガがくれましたけどね、一気に行きたいところでしたけどね、ここですよね、これドゥンガ普通ですと打つでしょうけど、左足で丁寧すぎましたね、ちょっとね、丁寧すぎましたね。バルデス、ヒカワダが上がっていきます。久しぶりにコンサドーレの攻撃になる、はい、スグリが右が左へ移ってサポートに来ましたね。でもマラドーナがちょっと動けないんでしょうかね、右でマラドーナ張ってますけれども、スグリは向こう入ってきましたね今ね。ちょっとこれあたりはフェルナンデス監督から指示出たんですかね、はい、さあ左、服部が快速を飛ばして追いついた、後藤のカバーリング、あっとここでボールが出た、スローインはジュビロ、あ、服部大丈夫でしょうかね、ちょっとひざまずいてますね、どっかひねりましたかね、足当たりましたか、後藤をクリアしようとした足が当たってしまいましたね。服部大丈夫です。このワンツーはダメ、今度はコンサドーレのボールになりました。今藤田と服部奥、この辺りで細かいパスワークが見られたんですけれども、読まれました。いやマラドーナがちょっと集中力欠いてますね、もうやっぱ体力的にもね、ちょっと90分全てでこの力を出すっていうことがあんまできないようなんですけどね。久しぶりチャンス、福西、奥、ドゥンガ、藤田、ドゥンガ、そして古賀、川田を抜く、抜けない、ゴールキックになりました。惜しいところでした。後半の19分、まもなく20分になろうという時間帯です。1対0、依然としてジュビロが1点をリードしています。僕はフランスへ行くぞ。ブルガリアもいいよ。フランスへ行くんだ。ブルガリアもいいよ。はい。ブルガリアもいいな。明治ブルガリアヨーグルト。ソフトキャンディー。まだ息があるわ。歯もあるわね。後半20分を回りました。ジュビロの左サイドでのチャンスだったんですが、ちょっとナナミが倒れた時に手首ですかね、この場面の、あ、踏まれましたか。ちょっとスパイクで踏まれてしまいました。しかし立ち上がりました。フリーキックに変わります。渡辺拓
今日は 13,846 人の有料入場者数が発表されております。ドゥンガ低いボール、コーナーキックです。先ほどから、まあ、15分過ぎぐらいからですかね、後半やはり徐々にこれジュビロのチャンスが川原さん多くなってますけどね。そうですね、ちょっと札幌のマークはね、はい、中盤突き切れてませんので、ね、はい、ちょっと攻撃がね札幌もで、はい、ほとんどできない状況でしょうね。マラドーナの運動量はもう格段に落ちてしまいました、はい、さあチャンスだ。コーナーキックですね。あコンサドーレの選手は違うぞと、うん、どうでしょうか。結局はコーナーキックになりましたけれども、奥に当たってるぞということでコンサドーレ選手アピールしましたが、これはもう選手の方が分かってますんでね、はい、上川レフェリーには認められません。今度は反対側右からのコーナーキックに変わりました。さあドゥンガ斜め右足、鈴木秀と、もう一度ななみ、このボールは中山がいるぞ。あーっと奥の頭に当たってしまった。中山と奥がちょっと重なってしまいまして、はい、中山のヘディングで落としたボールが奥に当たってしまいました。マラドーナからさあ向こう側、スグリから吉原、ドゥンガ戻ってきました。吉原元気です。スグリ、スグリボールを奪いました。あ、ファールですね。服部ですか。服部ですね。スグリに対してのファール、フリーキック、もうちょっとピンチだった。さあ今度は中山ですが、相手は4人残っている。中山は1人、奥が今上がってきた。その奥に通す、奥フリーで受けた。その後ろに藤田が来ていますが、七海です。さらにオーバーラップしていく服部ですが、逆に右へ戻していきます。ドゥンガ、ドゥンガから中山、中山からもう一度ドゥンが戻します。ちょっと遅行になりました。藤田、小賀、ドゥンが、もう一度小賀、ドゥンが、小賀がオーバーラップ。さあ裏を取ってクロスが入る。高いボールだった。七海、あっと、あーシュート、奥、そして藤田ゴール2対0。藤田俊也決めました。今シーズン4点目、後半23分。あ、中山さんのアシストもちょっと少ないけど、でもアシストって忘れちゃうんですよねって昨日言ってましてね、やっぱりゴールしないとって言ってましたけども、今のはよく詰めていました。まあ、奥のシュート、これディドよく弾いたんですけれども、その前のプレーで、ね、はい、プレーヤーが、ね、相手に行ってしまいましたからね。そうでしたね。こぼれたところ藤田です。後半の23分、追加点が入りまして2対0です。さあ札幌は前に出てきます。マラドーナ、しかし福西よく守ります。今日福西やっぱりスタメン外されたのは悔しいでしょうからね、はい、そういう意味ではアジューソンの怪我で後半から出てきて、ここでやっぱりいいところを見せたいというところはあるでしょう。ドゥンガから小賀拓磨、いい形のオーバーラップ、そして正確なパス。小賀が藤田、そして福西か、いやドゥンガです。ドゥンガから、うん、さあドゥンガどうする。中山です。落としたボール、まだ中山競っているが、危険なプレーということで関節フリーキックですか。そうですね、はあ、ペレーラ危険なプレーがあったということですね、はい、関節ですね、はい、もちろんここで直接フリーキックになるようなファールがあれば PK ですからね。あ、なるほど、珍しいですけどね、こういう感じでこのペナルティーの中で関節フリーキックになるのはね。伊藤さん、はい、どうぞ。コンサドーレ24番の鳥塚選手再び呼ばれました。はい、交代があるかもしれませんね。ちょっと運動量落ちてますし、もうマルドーナがもうあんまり動けないですもんね、はい、さあドゥンガと並び、ドゥンガハットリシュート、ポストの右、いいシュートでしたね。
後半の手元の時計26分を回りました。今の場面です。いやー際どいとこでした。ジャストミートでしたが、服部のシュートでした。伊藤さん、はい、どうぞ。コンサドーレ7番の後藤選手に代わって24番の鳥塚選手が入るようです。はい、7番キャプテン34歳ベテランの後藤に代わりまして24番鳥塚が入りました。ジュビロの攻勢が続いていて、木川田からまた藤田ボールを奪って七海につなぐ。そして奥大輔ファーで中山が待っている。どうだ、ああディフェンダーに当たってこぼれた。木川田このボール福西、ああバルデスを抑えてますね。ドゥンガから中山走る、中山走る、ああ PK、 PK です。これは中山蹴るでしょう。そうでしょう。木山のファールでしたが、はい、PK です。はあ、うん、そうですか。27分回りました。おもう中山コールですね。サポーター当然2対0とジュビロが2点をリード。前半41分に中山、後半23分に藤田俊也。コンサドーレも、まあ、そう簡単には引き下がれない。やっぱ一言言わなきゃっていう感じでみんな来ましたけども、ね、ちょっと集中が、ね、切れてしまいましたね。うん、そうですね、まあ、覆すことはできませんから、はい、やっぱりちょっと、うん、疲れが目立ちますね、はい、サポーターはね。中山決めた、2点目、4試合連続ハットトリックに王手がかかりました。可能性は3対0、そうですね。さてこれでもう一度今見てみましょうか。このこれいいコースがやってますね。コースがいいですね。はい、スピードもあるボールでした。リドは飛びましたけれども及びません。これで中山今シーズン17点ですか、はい、ちょっと驚きますね。9試合で17点ですからね。どうも2点取りました中山。そしてドゥンガっとこれアドバンテージを取りましたね。中七海がちょっと傷んでいますけれども、左足のくるぶしのあたりでしょうか、甲のあたりでしょうか。ちょっとピッチサイドも呼んでみましょう。あ、吉田さん、はい、今日も中山が2点取りました、はい、で今後半の15分ぐらいからコンサドーレの動きも落ちたと思うんですけども、下で見ててどうですか。そうですね、まあ、PK とかね、フリーキックで得点を取ってるんですけども、はい、まだこういうチームを崩すことができてないんでね、あ、はいはい、まあ、結果は出てるんですが、うん、内容的にはまだ満足してないというか、はい、どうしてもペレーラがね守備の要になってますんでね、はい、なんとか彼を引っ張り出してサイドからボールを入れたいんですけどもね、うん、なるほど、そういうシーンを見たいんですが、ジュビロのいつもの その速いパスワークですとか、はい、そういう組織としての崩しからの得点という形にはなってないということですよね。そうですね、先ほどまでルーズボールの、ね、争いで攻守の切り替えがあったんですけども、はい、だいぶリズムが出てきたんですけどもね、奥の運動量をもう少し多くしてサイドサイドでプレーラーをなんとか引っ張り出して、はいはい、得点をしてほしいと思います、はい、さあチャンスになりました。奥大輔、そして中山へ浮いたボールは、さあどうだ、中山のヘディングでいく、こぼれたボールシュート、あっとノーボール、うん、あーディドがボール落としたんですが、はい、うーん中山らしいプレーでしたけれども、今の場面ちょっともう奥もすぐにね胸トラップから落ちてきたボールそのまま浮き球でパスを出しました。まあキーパーチャージですかね、当たってないんですけどね、うん、まあ、キーパーの前で大きくジャンプしたということもありますけども、まあ、しかし、まあ、レフェリーの取りようという感じがしますけど ね、今のもね、さっきの PK もね、はい、後半の30分を経過しました。残りは15分を切っているんですけれども、3対0ジュビロ3点リード、中山今日も2点、5試合連続ゴール。伊藤さん、コンサドーレですが、はい、18番の吉原選手に代わって13番の深川選手入ります、はい、スピードのある深川を入れてきます。
18番の吉田、おっとチャンスになるぞ、トリーズからボールを奪った、はい、服部、さあ中山がファーに走っている、その中山へのボールカウント、ちょっと当たらなかった、服部クロス、福西、そして奥大輔、福西が行った、攻撃が持ち味だ、福西中に入ったボール、中山が飛ぶ、いやー際どい、4試合連続ハットトリックをかすめてますね、このボールディフェンダー当たってましたね、うわあ、中山この表情、ゲームの方はすでにリスタート、マラドーナ、バルデス、バルデス、バルデス行った、笛、外ですね、あわやというところですけれども、マラドーナ、バルデスですね、はい、選手の交代にまだレフェリーが気づいてませんね、先ほど上田アナウンサーからのレポートがあったように18番の吉原に変えまして13番の深川が入ります。セレッソから今年移籍しました深川、交代が今認められました。吉原戻ってきます。小柄の吉原よく走りましたけれども深川と交代です。さあマラドーナのこれでフリーキック、先ほどもは壁に当たりましたけれどもまたちょっと近い、ほとんどライン上のぐらいの感じですから16メートル、まあ、斜めですからちょっと17メートルかそのぐらいという感じですけども、蹴りました、これも壁に当たった。さあこのこぼれは中山が競ってマラドーナが倒れましたがジュビロクリアしています。もう一度ドゥンがヘディング、こぼれたボールはスムリ、ペレーラ、スムリ囲まれている、藤田が奪った、つなげないか、さあナナミ、いいディフェンス、そして奥右に古賀が走っていく、さあ中山は大外だ、ドゥンガが行く、まあ、ドゥンガからちょっとここで攻撃はスローダウンしています、戻します、古賀拓磨左足で入れていく、さあ奥大輔チャンスだ、シュート、リドが落とした、33分を回っています。残り時間が少なくなってきたんで何かもう中山のハットトリック4試合連続なるかどうかということでちょっとドキドキしてきましたけれども、さあバルデスが行きました、田中がついていますが木川だ、ロスボールは、ちょっと危ないぞ、ドゥンガ、藤田、奥、もう一度ドゥンガ、七海へ、さあ服部、七海は倒れていますがゲームは続行、中山がファーからニアの入ってきましたけども、さあちょっと服部は七海の様子を見てボールをタッチに出しました、七海は座りましたから大丈夫でしょう。34分を回りました後半、3対0ジュビロが3点をリードしています。What's the main reason for the brand's success? Well, it's completely different from the other one. Yes? It uses 100% Kenyan bean. Exactly. ブラックなのに飲みやすい。It's smooth. ネスカフェな缶コーヒー、ネスカフェブラック。あ、サンタマルタ。いい食べるとしたらあげる。コロンビア豆 100% だから最後の一滴まで。状態。お客様、ネスカフェの缶コーヒー、ネスカフェサンタマルタ。集めて折りたたみ自転車。答えてカーナビが当たる。服部のロングボールに走り込んだ奥大輔、チャンスだったんですけれども、ディロが抑えています。後半の34分、先頭の時計で間もなく35分になります。ジュビロ磐田スタジアム第9節。首位のジュビロが16位のコンサドーレ札幌を迎え撃っていますが、3対0、ジュビロが3点をリードしています。中山、今日2ゴール、5試合連続ゴールで、今シーズン17点、その中山にボールが通りました。そして今日2点を挙げていますから、4試合連続ハットトリック。目前です、大手がかかっています。そしてその後2度チャンスがありましたけれども、間一発入りません、わずかに入りませんでした。そしてドゥンガ、さあ服部、ジュビロやっぱり中盤でこの辺りしっかりボール取れますよね。そうですね、この差にもなってますよね、はい、七海、さあ藤田です、川田が追っています、いや古川です、藤田シュート、うーんとポストの左だ、いいシュートでした、はい、
しかしジュビロも外国籍選手は今ドゥンガだけですからね、ピッチの中。そうですね、非常にそのチームとしてよく成長してきたという感じがしますよね。まあ、選手個々も力ありますけどね。そうですね、それがやはり長丁場のリーグですと、はい、スターになって現れてきますのでね、はい、おっと田中ちょっとパスミス、古賀がカバーした、そして福西、さらに鈴木秀人、七海です、服部、福西、ドゥンガ、奥大輔、さあ奥チャンス、中山に渡した、シュート、ゴール4試合連続ハットトリック、決まった、世界の中山です、偉業達成、4試合連続ハットトリック、4対0、大爆発、奥がよく、そうですね、奥もガッツポーズ、藤田もガッツポーズ、今の場面ご覧いただきましょう、ドゥンガから奥へのスルーパス、ここで奥は中山に出しました、ワンタッチでのシュート、リドももう何かもやっぱ中山行くんじゃないかという感じで読んでた動きでしたけども、はい、中山決めました、あそこは落ち着いてますよね、はい、本当ね、見事でしたね、この場面でした、3対0、うわー、しかしすごいですね、8試合で18得点ですから、これ1試合平均2点ですからね、ドゥンガから中山、また行った、さあどうだ、切り返す、中山左足か、今度は奥に、奥にアシストというお返しをしようとしたんですが、ボールがちょっと浮いてしまいました、ちょっと強すぎましたね、はい、3試合で13点、これで4試合で16点、4試合で16点ですからね、うん、4点ですからすごいです、これはもう本物です、日本代表の他のフォワードをもう遠くへ本当に置き去りにしたという感じです、さあ木川田が行く、木川田が行く、意地を見せるか、クリアしたのは鈴木秀人、あーちょっと鈴木秀人が倒れ、クリアした後倒れていたんですが、そこにちょっと木川田が乗ってしまいましたね、木川田もちょっと釣ったようですけれども、鈴木も上から潰されたような形になりました、これクリアして滑ったところに、これあ顔に入りましたかね、ほっぺたあたりに左足スパイク入ったかもしれませんね、ああちょっと頭も打ったようですね、木川田としては突進してきて鈴木でとまたごうとしたんですけども、またに切れなくて乗っかっちゃったような感じになりましたが、鳥塚ファーにはいません、あこのゴールライン割っています、4対0、ジュビロ今日も爆発しました、これで8試合終わった段階でジュビロは36点ですか、ちょっと驚異的な数字になりましたね、今日はアントラーズも負けています、まあ、ジュビロの選手たちは昨日藤田選手あたりに聞いても、この後のエスパルス戦、そしてその後アントラーズ戦続きますんで ね、でこのあたりがやっぱり厳しいと思うんですよと、そことやってどんな試合ができるかという話をねしてたんですけれども、まあそれにしましても驚きました、まあ驚きましたというか期待はしてたんですけれども、まあ、このジュビロスタジアムで発売されていますマッチデープログラムにも、各社新聞記者の皆さんが予想記事などを書かれるわけですけれども、今日は5対0というのは2つありましたねさあペレーラから奥、ドゥンガ、ドゥンガ裏を取、奥が裏を取った、さあ中山ニアに入ってくるか、でやっとゴールライン割った、惜しいところ、40分経過しました、残り時間は5分を切りました、中山はこの試合の前までのシュートの決定率が6割5分、20本のシュートを3試合に打って、3試合で20本シュートを打って13点取ってましたが、これで今日もですねシュート数が4本のうち3本点取ってますから、また確率としては決定率上がってるわけですよね、まあ、桑原さんもフォワードご出身ですけども、シュートってのはやっぱりね、あーっとまた中山チャンスだ、あー足元軽いですね、
そして奥、ドゥンガ、ドゥンガ、ドゥンガ、斜めに通らず、また奥、そして服部へ、福西、あっと足がかかりました、フリーキックです。ノーシュートっていうのはね、何本も入るもんじゃないでしょう。まあ、中山選手の場合はそのシュートの正確性といいますか、そういうところだけが課題といいますかね、フォワードとしてのその他のいろんなことができる選手ですけれども、そこがもう見違えるようになりましたが、ドゥンガのフリーキック、これはクロスバーを越えていきました。前よりは非常にこう、はい、キーパーが見えるんでしょうね、落ち着いてそれがいい方にこう回ってるという形でね、前にはこう慌てて、そうですね、ゴールオーバー、あのバーオーバーという場面ありましたし、はい、キーパーにこう1対1でぶつけたりという場面ありましたけど、はい、今やはりしっかり見てますもんね。そうですね、ほんのちょっとの角度だと思うんですが、ボール受けるとき、さっきのインタビューでもね、中村選手はあのボールを受ける、でどっちの方向へというようなこととか、ワンタッチ1名をどっちへトラップするかというようなことを考えてますということを言ってましたけども、それがすべてこうゴールに向かいやすい形というのなんでしょうね、はい、それってやはり自信でしょうね、もうここまで来るともう入るという、そういう確信があるんでしょうね、もうゴールが大きく見えるでしょう、枠は、はい、ドゥンガ、服部、そして七海、もう一度ドゥンガ、そして服部、クロスはスムリに当たって、ゴールラインを出て中山がキャッチしました。中山はもうサッカー面白くてしょうがないからどんどんやりたいっていう、そういう感じですよね。いや、4試合連続のハットトリック、本当にすごい場面をこのジュビロスタジアムで見せてくれました。さて、また選手の交代がありますね。16番木川田交代ですね。ちょっと足を痛めましたね、さっきの場面で足ってましたけれども、15番の村田が出てまいりました。コンサドーレ、さあジュビロコーナーキック、チャンスはまだ続きます。ドゥンガ、ちょっと長すぎたか、大外、田中誠でした。さてピッチサイド聞いてみましょう。あの吉田さん、はい、まあ、すごいものを見ましたね。そうですね、本当に素晴らしい、結果出ましたね。本当にお膳立てしているというよりもね、はい、得点はああやって簡単に取れるということですよね。はい、そういう逆のこともあると思いますね、アピールとかね、はい、焦りとかそういうものじゃなくて、本当にきちっとゴールを運んでね、得点までつなげるっていう、その結果だと思いますよね。なるほどね、はい、ですから、まあ、本当に乗ってるとかっていう言葉を簡単に使いますけど、そうではなくて、やっぱりこうしっかりとしたそのベースがあるわけですよね。そうですね、本当にサフレッチャー戦からきっかけを掴んで、はい、それからきちっとしたゴールをしてますので、はいはい、素晴らしい結果だと思います、はい。今日のピッチサイドコメンテーター吉田光則さんですが、さあ中山を受けました。まあ、この辺りの、ね、ボールのタッチが、ね、柔らかくなってるんですよね。さあ七海から中山、そして藤田、胸で落とす、奥大輔がいます。そしてなっと、ここには誰も入ってこなかった。七海はちょっと足元で欲しかったという感じでした。鳥塚、ジビロの選手の方が簡単にプレーしてますもんね、中盤までは ね、はい、コンサドーレの選手はやはりこうちょっとボールを持ち切ったりドリブルが多かったり、はい、残り時間1分を切りました。マラドーナ、久しぶりにマラドーナの名前を言いました。ドゥンガがもう寝ながらクリア、そこに藤田がちょっとドゥンガの足につまずきましたかね。藤田倒れてますけれども、ゲームは続いています。鳥塚からマラドーナ、この辺りでボール奪いますもんね。そして藤田がちょっと溜めて戻します。ナナミオーバーラップする服部です。ドゥンガ、ここは簡単ですからね、はい、次へ動いてですね、だいたい3人ぐらいのこうグループでやってる感じなんですけれども、ワンタッチで繋いできますよね、はい、ナナミ、こういう気持ちもですね、やっぱりやると、最後までしっかりやるんだというところもしっかり出てますしね。そうですね、ジビロとしたらもうこれはゼロで抑えるということですね、はい。さあ、5連勝がジビロは目前になってまいりました。手元の時はすでに6タイムに入っています。後半4対0、4点リード、中山4試合連続のハットトリック。
フリーズか。何か本当にこの4試合連続のハットトリック目前にして、あ、マラドーナが来ました。バルデス合わない、目の前で見まして、なんか本当は落ち着いて喋ってる場合じゃないという感じもですねするんですけれども、もっとなんか騒いでいたような気もするんですけれども、いやまだゲームは続いています。ルンガから中山、そしてハットトリック、ハットリです。ハットトリックのことばっかり言ってますがハットリでした。ルンガ、ナナミ、そしてルンガ、ハットリへスルパス、さあ中山が行く、宮で合わせるだ、これはもう2階席のお客様へプレゼントという感じで上に蹴ってしまいました。ロスタイムに入って間もなく2分になります。ジュビロ磐田スタジアム第9節が行われております。初めてこのジュビロスタジアムにやってまいりました札幌のコンサドーレ札幌、ずっと健闘していたんですが、やはりこう自力の差をジュビロが見せつけたという感じがありまして、4対0、ここでタイムアップです。レフェリー上川の手が上がりました。4対0ジュビロ磐田第9節、見事にコンサドーレ札幌を4対0で下しまして、中山の4試合連続ハットトリックという大きな大きな記録も出ました。4対0ジュビロがコンサドーレ札幌を下して5連勝、通算成績を7勝2敗としました。この放送はジュビロ磐田スタジアムからお送りしています。今日も道草に花が咲いた。一番売れてるヤマハニューパス。4試合連続のハットトリックを達成した、こんなに一言で簡単に言っていいのかという感じのする記録ですけれども、中山雅史背中が見えています。今日も4対0ジュビロが勝ちました。これでジュビロは7勝2敗、勝ち点が21、もちろんこれで首位は守ります。チームの得点が36得点、失点は9のまま、得失点差がこれで20プラス27になりました。5連勝です。この5試合で取った得点が29点、中山は4試合連続ハットトリックでこの4試合で取った点が16点という爆発的なジュビロのこの最近の記録であります。一方のコンサドーレ札幌は2勝7敗となりました。勝ち点は6のまま、10得点21失点となりました。まあ、ここまで V ゴール負け1、PK 負け2だったんですが、やはり今日はちょっと力の差をコンサドーレは見せつけられたという感じになったでしょう。しかしながらその非常に序盤からですね、前半いい形でコンサドーレもできていましたから、そういう意味では桑原さん、今後に つながる形でのサッカーというのはしてますよね。そうですね、うん、ですからあと後半のスタミナといいますかね、はい、持久力とか集中力だと思いますけどね、はい、どうしても中心になる選手 そのスタミナというのが若干その足りない感じはするんですけど ね。さあ中山がやってみました。もちろんマウンドマッチですし、これはもうこのまま今年 の J リーグナンバーワンの表彰してもいいんじゃないかという感じがしますけれども、マウンドマッチ10万円を獲得しました中山です。いや見事です。伊藤さん、ヒーローインタビューです。はい、いいですか。中山選手、4試合連続ハットトリック、おめでとうございます。世界で初めてじゃないでしょうか。ありがとうございます。まあ本当にね、今日の3点のうち2点は PK とね、あと奥から美味しいパスが来たんでね、本当にチームに感謝してますね、はい、でも中山選手が執念で奪い取ったゴールもありましたよね。まあ運よくゴールに行ったんですけどね、それ以降にねまだチャンスもありましたしね、そういうチャンスを確実につなぐなりね、ゴールにつなげられるようにしていきたいですね。今日は前半なんですけど、ちょっとリズムに乗れなかったかなという感じだったんですが、後半はもう本当に大爆発でしたね。ちょっと間延びしてた感じがありますしね、体も重かったんですけど、まあそんな中でも勝ちに結びつけられたってことはね、チームの力だと思いますし、
またこれだけのお客さんがね今日来てくれましたし僕らのバックアップしてくれましたから勝ててよかったです。ゴンコールをくださったお客様にメッセージをお願いします。皆さんもっともっと僕に力をください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。上田智子アナウンサーから中山選手へのインタビューでしたけれども、まあしかし本当にすごい記録ですから、まあ、桑原さんこれはねしばらくねこういう記録ってできないんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうか、まあ、ジュビロはこれからですね、まあ、今日は前半ちょっと苦しみました。でエスパルス、そして、アントラーズと当たっていくわけですけれども、課題としたらどんなところが一つ残るでしょうか。やはり速いパスワークですね、はい、今日はちょっとそういうのはあまり見れませんでしたので、ね、特に前半、うん、そこら辺を やれば差がやっぱついてくると思いますよね、はい。ボランチに入った鈴木秀樹選手のあたりというのはどうでしたか。マラドーナとバルデスも、ね、はい、あそこからケアしながら、まあまあ良かったと思いますよ、うん。まあ、守備面、そしてつなぎの部分というのはもう一つ、ね、要求されることは、ね、あるんじゃないかなと思いますけれども、はい。今日は桑原克義さんに解説をお願いしました。どうもありがとうございました。失礼しました。レポーター、ピッチコメンテーターは吉田光則さん、そしてレポーターは上田智子アナウンサー、実況伊藤でお伝えしました。この番組はグッドフーズ、グッドライフのネスレ日本、明治製菓、ヤマハ発動機の提供でお送りしました。